でもマラソンやるにはこういうきつい中でこう押していく方が大事だから。お願いします。お願いします。ちなみに今日こうオーダー少ないよね、人ね。いや少ないです今日は。あと100人ぐらい来る多分。途中から。多分まだ時間が増えるから。うん。4レーンとか5レーンとか走る方になる。じゃあここで行きますか。はい、よし、じゃあ行きまーす。よーい。はい。はい、ランマークチャンネルの河野です。本日は1月14日に行われたベベレンの様子をお伝えしたいと思います。メニューは400×12本プラス個人的な練習でさらにプラス5本という練習内容です。で今回はいつもの阿部ちゃんにプラス私の大学の頃の同期の久保田直樹とその知り合いの方2人、合計僕も含めて5人とで一緒に走っています。まあ、今回のこの動画配信の一番のポイントは一つ。マラソン終わってから中1日でこのベベレンに臨んでいるという点です。1月12日にハイテクハーフマラソンのフルマラソンの部に私出場してきまして、まあ、おかげさまで無事優勝することができました。どうもありがとうございます。で、そのマラソン終わってから中1日でこのポイント練習、まあ比較的強度のある練習をしているという点なんですけども、じゃあなんでやってるかというと、私は過去3年間、今は亡き小出監督が代表を務めていた桜アスリートクラブでお世話になっていました。まあその時は女子選手のペースメーカーとして、まあ練習をしていたんですけども、まあその時にですね、小出監督が、まあせっかく、まあ女子のマラソン練習もやってんだから、まあお前もマラソン出てみろよと。今のお前だったら、まあある程度いけるからってことで、まあマラソンに出ました。でも、やっぱその通り、本当ある程度いけて、ただ、走ってる最初にはもう筋肉痛も出てきてるし、ゴールした後は、まあ歩くだけで、まあ足も痛いし、階段登るよりもかなり辛いという状況まで、まあしっかり追い込むことができました。で、次の日にですね、小出監督が、まあマラソンでダメージはあるかもしれないけども、まあすぐ、まあ女子の選手のペースメーカーをした方がいいと。ある程度すぐポイント練習をした方がいいと。その方が絶対すぐ疲労も取れるし、後々を考えると、この一週間無理した方が絶対いいからと。だからやってみろっていう形で言われました。まあ僕自身もその時には、まあ現役を引退していたので、まあ自分自身の体で実験するという意味でも、まあすぐ、ああわかりました、やってみますってことで、まあ次の日から朝練習も普通に走りましたし、ポイント練習もまあ一緒にやってました。まあ案の定、最初の朝練習なんかは、まあかなり筋肉痛もひどかったので、まあ痛いなと思いながら走ってましたし、まあペースの感覚も、いつも以上に飛ばしてる感覚はあっても、ペースはいつも通りっていう感じで、だいぶ感覚のズレもあって、厳しい戦いを約1週間ぐらいしたんですけども、ただ1週間もしくは10日ぐらいした頃には、まあ、気づいた頃にはもう普通に練習をこなせるという状況まで来ていました。やっぱその時にやっぱりさすが小出監督だなというふうに改めて思わされましたね。多分僕は現役時代の頃は、マラソン終わったら1週間もしくは10日はもう休むというイメージで軽いジョギングであったりマッサージ行ったりとか、まあ、走らない日もあったりという形で、そんなにこう無理やり動かすというイメージはなくて、皆さんもどっちかと言ったらそっちの方だと思うんですけども、とにかく休むと、筋肉痛が自然と取れるのを待つ、まあ疲労感が抜けるのを待つという感じで、過ごしてたと。で、その後、まあ立ち上げで軽いポイント練習から入っていって、徐々に徐々に、
選手のフォールを上げていって、まあ、調子をまた戻していくという感じでやったんですけども、まあ、実際現役の時にマラソン走った後やっぱ1ヶ月ぐらいはそのマラソンのダメージっていうのを引きずっていて、本当にこう、あ、普段通り走れるなーって思ったのがその1ヶ月後ぐらいということが多かったんで、まあやっぱ小出監督の言った通り、まあ、1週間もしないうちに、まあなるべく早めに無理やり動かした方が、その瞬間はきついかもしれないですけども、先を見据えた時にはかなりプラスに働くなというふうに思いました。なので今回のベベレンも、マラソンが日曜日にあったので、今回火曜日で、中1日、まあただマラソンは午前中に終わって、ベベレンは夜7時とか7時半にスタートするので、時間的に言えば、まあ丸2日ぐらいは空いているので、キレがね、うん。でもマラソンやるにはこういうきつい中でこう押していく方が大事だから、まあ、実質中2日かなという印象ですね。遅いペースで本数やった方が、マラソンは絶対プラスっていう、はい、ラスト上げた方が気持ちいいんですけどね。ラスト上げた方が、でもそれ自己満みたいになっちゃってね、うん、最高さんの言う通りちゃんと本数超えます。なのでもしこの今の話を聞いてですね、少しでも、ああそういうこともあるんだ、もしくはああそういう考え方もあるんだ、ちょっとやってみようかな、一回試してみようかなと思っていただければ、ぜひやっていただきたいなと、まあ、もちろん個人的な能力であったり個人的な体の作り、個人的な状況が違うので、一概には全て同じ状況になるとは言えないんですけども、一回やってみて自分に合う合わないとかも試してみるのも一つだと思うので、もしそういうやる機会があれば、まあやっていただければなと。で、僕個人的にはやっぱそう動かした方が10日後1ヶ月後を見た時にはかなりプラスに働いているので、今回もこういうふうにベベレンの後に自分で追い込んでいるという形です。今後もこういう小出監督の話っていうのはやっぱマラソンに対してすごい考え方があったので、まあタイミングを見て配信していければなと思います。で、個人今回ハイテクのフルマラソンでは、10月から数えて、フルマラソン4本目です。4本やったうち2番目に記録的には良かったです。にもかかわらず思った以上にこの400、まあベベレンの方の400もそうですし、個人練習の方の400もそうなんですけども、楽にこなせて結構動いたなという印象です。これもやっぱ普段チーム MK のレーサーのみんなと練習をした成果であったり、普段からの帰宅ランの成果であったり、こういうベベレンで、まあ、雨の中やったりとか、きつい中やってるベベレンの成果でもあったり、まあ、あとはマラソンの経験値、免疫力っていうのも上がってきているのかなというふうに、僕は思える今回のフルマラソンでした。今までフルマラソンを出ると、大体、さっきも言ったようにきつい思いをして、大体、一週間ぐらい、まあ、ポイントはやるんですけど、使い物にならない走りしかできなかったのが、今回は、まあ、まともな走りができてる。っていうのは、個人的には、この22時間22分50秒に対してだいぶゆとりを持って走れたのかなと。うまくやれば、20分、切ることが、できるんじゃないのかなと。そう思えるフルマラソンでしたね。まあ今回の動画で一番大事だったそのマラソンの後の練習の仕方っていう部分を今回動画で配信をしたんですけども、とまだまだマラソンの奥深さっていうのもありますし、僕自身の独自の理論っていうのもこれからどんどん配信していければなと思いますので、もしよければチャンネル登録もしていただければ、
幸いですし、まあ、公式、ツイッター、インスタグラム等もありますので、フェイスブック等もありますので、そちらの方でも、まあ、なるべく、はい、配信していければな、と思います。で、今回このラストがですね、66、7で走っています。まあ、基本的には、まあ、無理やり動かすという感じなので、まあ、マックスで行って、まあ、これぐらいと。まあ、本当に動いたなという感じなので、まあ、このポイントとしては100点かなと思います。まあ、このように、またまた配信をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。これからもランマックス